国際ボクシング連盟 IBF スーパーフェザー級4位の小川健一、政権が9日、日本時間10日、日米ネバダ州ラスベガスで同級5位のデビン・ファーマー、米国との王座決定戦に臨む。前日の8日は試合会場のあるホテルで計量を行い、手と同じ 58.7kg で1回目でクリアした。29歳で初の世界戦となる小川は、ほっとした。納得のいく練習ができたし、脂肪のないいい体ができた。ラスベガスは気候が良くて第二の故郷のよう、と、朗らかに話した。もともとは日本拳法をやっており、明大拳法部で主将を務めた。ここまでの戦績は小川が23戦22勝、17KO、1敗。27歳のファーマーはサウスポーで30戦25勝、5KO、4敗1分け。報道。